7番です。8番どうぞです。9番どうぞ。どうぞ。8番さん気になったんですけど、どうしたら魅力ってそんなに下がるんですか？やばっ4桁ブロックしよう。ライアジーさらしてこよう。よろしくお願いします。痛くも痒くもありませんので。そう言ってられるのは何日持つかな。アカウント消えるまでさらし続けますね。残念でした。やりましょう。ブロックしたからには僕はもうガチでやるんで、さっきは嘘でしたけど、もうガチでやるんでよろしくです。こいつにルームマスター行った。だから何なの？8番さん、それ犯罪ですよ。私、生放送してるんで、通報しますよ。言っとくけど。何ですか？警察家に来るんで、やめてください。警察家に来ますよ。本当に。犯罪なんで、やめてください、どうぞ。言っとくけど、つけてんじゃねえぞ、お前。家に警察来させるぞ、お前。ふざけてると出てくる。詳しく述べてください。違う、ちょっと、ちょっと、ふざけてんじゃねえ。お前、口だけなのかよ、結局。ダセーな、お前。黙れって、相手するから調子乗んねんから、黙れって一回。急いで、どうしよう。喋るな、そんな3人で。ちょっと、出てかないと。はったりかな、うわ、ダセー、こいつ。クソダセー。恥ずかしい。あらら。警察家呼ぶぞとか言って結局できないんですか、わら。いや、ませんけれど、犯罪だというのであれば、どのように犯罪なのかっていうのを具体的に教えてもらってよろしいですかって聞いたんですけれど、返答がないですね。返答してもらってよろしいですか、どうぞ。あの悪いやつ多いですね。人狼やんない方がいいですよ。人狼って頭使うゲームなんで、君ちょっとセンスないからね。向いてないですよ、人狼。あ、どうですか、教えましょうか、どうぞ。どうぞ。声出して喋ってみれよ、お前。ボイチャ人道なのに何お前チャットコツ、ぼちぼちやってんだよ、お前。どんだけか、お前らは。声出せ、声。腹式呼吸で腹の底から声出せ、ほら。あ、すいません。8番さん、いいですか、ちょっと喋っていいですか、僕。え？あ、僕、喋っていいですか？だから何？ちょっと人道したいので、9番さんから転校お願いしてもいいですかね。シングさんすか？8番さん、ルールマスターなんで、ちょっと転校お願いしてもよろしいですかね。じゃあ、ちょっと1番しゃべって。はーい。一緒1番。こういう時しゃべんだな、さっき書いてなかったのにな。3番、真面目不良です。4番さん、どうぞ。ボンテリングでーす。お願いします。リンゴ星人です。7番さんどうぞ。そのネタ古いわ。7番さんどうぞ。このネタ古いわ。リンゴ星人です。よろしくお願いします。ルール説明しようかなと思ったんですけど、逆にちょっと陰キャが多いんでゲームは始めません。陰キャとはやりたくないんでね、ごめんね。あ、ちょっと僕ちょっと話したいんですけど、まあ8番さんみんなに陰キャって言ってるんですけど、この村で一番陰キャっぽい喋り方わらとかなんか言ってる時点で8番さんが一番陰キャっぽいんですけど、その辺どうですか、どうぞ。思いませんね。陰キャってどういうものかご存知ですか、どうぞ。陰キャっていうのは分かってます。そしたら皆さん多数決で取りましょう。陰キャと思う人は、8番か3番どっちか皆さん、番号で、書いてください、チャットでお願いします。バカにしてる方ですよ。あー、ちょっと割れてますね。してる方なんですけれど、これでも陰キャなんですかね、どうぞ。ちょっと陰キャっぽく見えます、どうぞ。なんだ、よかった、お前すごい陰キャっぽく見えるよ、わら。いや、あなたも結構陰キャっぽく見えるよ、竹。
って言ったじゃん。なんですぐに変わったの？ちょっと説明お願い、どうぞ。え、ちょっと聞こえなかった。もう一回お願いします、どうぞ。から結構になってしまったのって言ってるの、どうぞ。いや、もう一応、最初だけちょっと聞こえなかった、どうぞ。ちょっと陰キャって言ってたんだけれど、陰キャっぽいって言ってたんだけれど、今は結構って言ったよね。なんでかな？それはね、不安、不信からね、確信に変わったんだよ、お前。不信から確信に変わったんだ。でも、君は確信に変わったはずなのに、陰キャっぽいっていう表現をしてたんだけれど、それってまだ断定してないんじゃない？どうぞ。はい、気持ち悪い喋り方どうぞ。入れない。はい、ロンパー。でも、ジャッコ、8番マジジャッコ、ルームマスターのゲーム始めないで。斎藤さんかよ、このゲーム。どうぞ。診断があれば、なぜ陰キャっぽいっていう発言をするのかな？陰キャだって言えばよかったんじゃないですか？いや、ちょっと8番さん、ちょっと、かわいそうかなと思っちゃって。で、ちょっと、バカを殴ってしまって。悪いね、バカ。すいません、バカで。本当に申し訳ないです。でも、8番さん、あなた、結構バカに見えます、どうぞ。か？あ、お前、もう発言権ねえから、バイバイ。バカに見えるの？どうぞ。マスターになっちゃいました。8番さん、キックしてほしいと言ってください。できないけど、バカに見えるバカ。もう俺に論破されてんとか、出せお前。お前からすれば俺のこと大したことないって見てんだろ。そんな大したことないやつに、お前は論破されてんだよ、バカ。お前のが下な。わら。まあ、すいません、論破っていうのは、ちょっと待てもう8番釣ろうぜ、マジで。やだ、8番確認してください。お疲れ様でーす。よろしく頼むぞ。あ、とりあえず、もう8番殺しましょうよ、これ。殺しちゃっていいっすよね、これもう。ぶっ殺しちゃってやっちゃいましょうよ、これ。もう関係ないですよ。こんな陰キャワールドいらんわ。8番。8番のプレイヤーを発言してください。いや、バカだな。俺普通にだってゲームから抜けたいと思ってたし、でそもそも俺釣るってことだったんでしょ。じゃあ俺からすれば噛まれた方が一番よくね、バーカ。もう最後にこうやって喋ることができる、まさに俺の望んでたことをしてくれたよね。ラジコンお疲れ。サンバ頭悪いから、お前。まあ、俺は頭いいからね。サンバみたいなチンパンね、すぐ論破しちゃうんだけど。出直しておいで。俺に勝てるやつなんていないから、お前。チャットでポチポチしてるよな、口でね。俺に、ほら、こうやってね。言ってこれじゃいないでしょ。雑魚なんだから、お前ら。陰キャなんだから、俺、ちゃんとやってんだろ。ほら、かかってこい。いつでもボコボコにしてやんぞ。論破するぞ、お前ら。いやー、他のとこ行こう。のプレイヤーは発言してください。ありがとうございます。いや、これは割と人狼のエースかもしれないですね。うん。で、まあ、このまま続けるのかな？まあみんな。続けるなら続けるでいいですけどね。まあちょっとムラフリですけど。うん。じゃあ、まあ1巡目なんで、考察落とせません。雑殴りも好きじゃないんでしません。次。1番みんな抜けないで見てたのが一番面白かったよ。すごいなと思った、みんな。自爆する。うん。でもね、やっぱね、3番さんがじゃあ、人狼なのかな？ 8 番さん、死ねって言ってたからね、ずっとね。うん。真面目に言おう。もう、荒れちゃったし。発言してください。はい、もうこれ、8確定ですね、もう黒。はい。ということで、もう、このゲーム終わっちゃってもいいんじゃないですか、もう。多分、運営さんと思ってる、もう終了しちゃってもいいと思いますよ、これ。まあ、あと村人です。まあ、でも続けてるんで続けていい。え？